こんにちは、コンティニューです。それではクライマックスステージ第3戦をやっていきましょう。うわー、よしこちゃんの調子が悪い。これは辛いなー。超せっかくよしこちゃんがですね頑張ってくれてたので、とりあえず調子がいい選手で固めてみましょうか。そうですね、たまには調子のいい選手をマリちゃんと書いてみようかな。こちらのメンバーで行ってみましょう。先発は東堂さんですね。それでは行きましょう。札幌ドームです。北海道日本ハムファイターズ対先行チームクライマックスシリーズファイナルステージ第3戦の模様をお送りしてまいります。ファイターズの先発は右の増井、先行チームの先発は左の東堂、以上の両先発。さあまずは1回の表、先頭バッターは丸。第4球をいいよ、投げました、打ちました、センターへ飛んだ、ヒット、オッケー、丸ナイスバッティングです。さあノーアウトで調子がいいね、丸ちゃん。第6球を投げました、フォーク、空振り三振。とリコちゃんが最近調子が悪い。第6球を投げました、ストライク、三振。バッターは指名打者カズノ、投げました、インハイ、空振り三振。マジか、ボール球に手が出てしまいました。先行チームスコアボードにゼロの文字が入ります。1回の裏、これからファイターズの攻撃に入ります。トップバッターは西川、打った、1、2塁歓迎、よし、松浦1塁キャンバス踏んでアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。いいフォームですね。打ちました、セカンド真正面、1塁送球アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番、先日打たれた岡選手、打ったいい当たりだ、うわーっと、チカちゃん素晴らしい、これで3アウト。東堂、まずは初回をきっちり3人で仕留めました。いやー、危ない立ち上がりでしたね。先行チーム攻撃に入ります。バッタースイッチヒッター黒沢、これは引っ掛けた、これは打たされてセカンドフライ、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番黒沢、投げた、打った、ルビーちゃんオッケー、ボールは中継、黒沢いいバッティングを見せました。ルビーちゃんも調子がいいぞ。ワンアウトから先制のランナーが出ました。第4球を投げた、スライダー、うわー、空振り三振。左バッターボックスは結城、結城さん。第3球を投げた、あっとキャッチャーこいつ、パスボール、ちかちゃんが後ろで待ってますね。ツーアウトランナー2塁に変わります。すごい静かな顔をして待ってますね。さあ5球目、ここは選んでフォアボール、おっといいね。バッターは9番高見、さあどうしよう、ちかちゃん。第3球は打ちました、あっと弾いた、おっと弾いた、松本今拾った、記録はショートレーラー、これは面白いぞ。さあ集中してこの対戦に挑みます。第3球を投げた、打った、次のバッター上がった、ピッチャー落下点、内角か、取ってアウト、スリーアウトチェンジ、悔しい。三塁までランナーを進めました。2回の裏、これからファイターズの攻撃に入ります。バッターは恐怖の核弾頭、ヨウ、打ちました、黒沢掴んだ、一塁へ送る、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番レアード、いいよ、インコース、空振り三振。バッターは DH の中田、投球これから5球目、見逃し三振、よしよしよし、最後は見逃し三振に仕留めました。先行チーム、この回は上位打線から始まります。ピッチングは先頭バッターはリコ、調子が上がってきた。第1打席はスイングアウトで三振に倒れて、おー、リコちゃん取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番松浦、これが2度目のバッターボックス、投げた、打ちました、なかなかレアード交代、ちゃんが掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは指名打者カズノ、今日の第1打席、見逃し三振、逆だったが最後は見逃し三振に倒れました。3回の裏、これからファイターズの攻撃に入ります。バッターはやばい、蘇った男、エルドレッド、
打ちました、いい当たり、やばい、クリーンヒット、ボールが点々と転がっている、エルドレッドナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。第3球を投げました、打ちました、ショート正面、ゲッツーコースだ、2塁フォースアウト、素晴らしい。ダブルプレイ、バッターは9番大野、次が4球目、わっと投げました、インコース、わっと行ったか、どうだ、入るか、あぶねえ、大野いいバッティングを見せました。さあ2アウトから先制のランナーが出ました、投げました、打った、破った、くわー、ボールは中継、西川ナイスバッティングです。先行チーム先制のピンチを迎えます。先行チームここはバントシフトを敷きます、打った、これはセカンド正面、アウト、スリーアウトチェンジ、バント警戒にフルスイングは相性がいいんですね。東堂ツーアウト一塁二塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。試合はこれから中盤4回に入ります。バッタースイッチヒッター黒沢、第一打席はセカンドフライに倒れています。打った当たりは、センターへの打球、センター取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番黒沢、今日2度目のバッターボックス、投げました、打ちました、フラフラッと上がった、掴みました、これで2アウト、打ち上げるな、みんな、右バッターボックスは7番キル、第一打席はスイングアウトの三振に倒れています。いい流し打ち、どうだ、翼さん、ヒットになります、オッケー、キラいいバッティングを見せました、これで2打数の1安打。さあスタメンで起用が、バッターは8番ゆうき、第一打席はフォアボール、いい感じに結果を出してくれてるぞ。ランナースタートを切った、三振、うーん、4回の表が終わって0対0、引っ張ってよかったっすね、今のは。攻撃になります。先頭バッターは岡、打ちました、三遊間へのゴロ、いいよ、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは恐怖の核弾頭、よう、最初のバッター、いいね、見逃し三振、バッターは5番レア、今日の第一打席はスイングアウト、投げました、打ちました、ショートバウンド、よっしゃよっしゃ、松浦うまくさばいています、スリーアウトチェンジ、東堂見事ファイターズ打線を抑え切りました。4回の裏が終わりまして、0対0、先行チームこの回の攻撃は、さあなんとも、トップバッターなんとかし1点取りたい。第5球投げた、低めボール球打った、1、2塁間への当たり、いやーいかんな、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰って丸、直球外れた、フォアボールでランナーが出て、リコちゃん、さあリコちゃんどうしようかな、フルスイング、さあここで監督は勝負に出ました、さあここで使ってくるか。第4球を投げた、打った、ライトへ上がった、取りました、残念、ボールは中継、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。カナンちゃん、センター返し、投球これから4球、よし、打った、痛烈な当たり、レフト前クリーンヒット、ボールは中継、松浦ナイスバッティングです、今日初めてのヒットになりました。さあここで打ってくれたカナンちゃん、バッターは DH のカズノ、ここまで2三振といいところがありません、いいとこがないんだよね。さあここで勝負に出ました、投げた、流し打ち、うわー、いいね、素晴らしい、2塁ランナー3塁回ってホームに突っ込む、これで均衡が破れました、素晴らしいバッティング、綺麗に流してくれた、ちゃんが帰ってきました。2アウトランナー1塁3塁となりまして、黒沢今日はセカンドフライとセンターフライ、1塁ランナー自動的にスタート、残念、5回の表が終わって1対0、振らされてしまったか。5回の裏1点を追いかけます、ファイターズの攻撃、先頭バッターは指名打者中田、投げた、見逃し三振、いいね、バッターよみがえった男エルドレッド、第4球を投げた、打ちました、これはサード正面、一塁送球、アウト、これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは8番松本、これが2度目のバッターボックス、投げました、打った、これは打たされてファーストフライ、掴んでこれで3アウトになります。じゃあもうエンジンがかかってきたぞ、3人でピシャリと抑えています。ゲームはこれから後半6回に入ります。先頭バッターは黒沢、第4球を、お、投げました、外れた、フォアボール、マスイ、ストレートのフォアボールを与えます。いいよ、
ここは悩みどころ。いいね。投げました。打ちました。いい当たり。いや当たりが良すぎる。センター掴みました。ボールは中継。でもなかなかヒットにならないな。ランナーは一塁変わりません。よし。投げました。アウトコース高めに送ってフォアボールか。ストレートのフォアボール。チカちゃん。おおチカちゃん。第5球投げました。打った。これは左中間のフライ。素晴らしい。さあ、2点入るかな。先行チーム1点入りました。2対0。さらに追加点。ノーストライク3ボールから打っていきましたね。今日は安打を放っています。バッターの丸。丸ちゃん、ここスクイーズでも面白いけどな。厳しいか。おっと、危ねえ。集中しよう、リコちゃん。この対決に集中します。投球これから4球目。打った。いやーゲッツーコースだ。セカンドフォースアウト。アウト。ゲッツー。スリーアウトチェンジ。6回の表が終わって2対0。まあ2点入れましたからね。ピンチヒッターは近藤。投げた。打ちました。ピッチャー。おっ、黒沢とルビーちゃん間に合うかな。アウト。これでワンアウト。ねえ、ギリギリ。うわー、いやー際どいですね。打順は1番に帰って西川。第5球投げた。見逃しの三振。いいよ。左バッターボックスには中島。次は5球目。やばい。打った。流し打ち。読まれた。クリーンヒット。バッターランナーは一塁蹴って二塁。足が速い。中島ツーベースヒット。バッターは3番岡。今日はレフトライナー。ショートは怖いんですよね。流し打ちが前から。投げた。インコース高め。よっしゃ。空振り三振。東堂3番がうなります。いや素晴らしいアンダースロー。中盤まで終了しまして2対0。先行チーム2点リードは変わりません。試合は終盤7回に入ります。チコちゃんたちがベンチにいるっていうのは新鮮ですね。お、第3球をこれは投げた。打ちました。ボールを取ってサードから一塁送球。アウト。松浦いい当たりでしたがサードゴロに終わっています。これでワンアウト。ランナーはありません。次が4球目。マジか。フォアボールかな。外れてフォアボール。さあ外れた。ストレートのフォアボールを与えます。松井降板。ここでマウンドに上がったのは白村。バッタースイッチヒッター黒沢。今日はダイソー送りましょうかね。1三振。せっかくなのでようちゃんをダイソーに起用しよう。先行チームダイソー投入です。渡辺一塁に入りました。第2球渡辺パスタ打ちました。うわー打ち上げてしまった。取りました。ボールは中継。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。ルビーちゃん。さあ投球は5球目。打った。これはサードの真正面。ルビーちゃんでエンドランだった。2塁アウト。3アウトチェンジ。1塁ランナー守備位置はそっか、DH でいいですね。7回の裏ファイターズラッキーセブンの攻撃に入ります。バッター恐怖の核弾とヨウ。やばいぞ。今日はセカンドゴロと三振。打った。黒沢掴んだ。素晴らしい。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは5番レアード。今日は三振とファーストゴロ。アウトコース高め見逃し三振。第4球をやばい投げました。打ちました。ボールはライナーでライトへ取って、これでスリーアウト。素晴らしい。まるちゃん、最後はバックに助けられました。7回の裏が終わりまして2対0。ファイターズラッキーセブンの攻撃はゼロで終わりました。7回
8回の表、先攻チーム攻撃に入ります。みんなが祝福してくれましたね。先頭バッターはキラ。さあ翼さん、今日は結構調子がいいですよ。第3球を投げました。打った、痛烈な当たり。うわ、いいね。センター前ヒット、クリーンヒットです。今日は大活躍。いいバッティングを見せました。白夢降板。さあ宮西投手が来た。右バッターボックスは8番結城、今日4度目のバッターボックス。結城さん、ここまでヒットがない。第3球を投げました。打ちました。いやー厳しいね。松本余裕があります。掴みました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。あちかちゃん、どうしよう。さあ試合の行方を左右する場面、ここで使ってくるか。勝負に出ます。投げました。スラーブ、空振り三振。やべえな、スラーブ。奥に帰って待つ。ランナースタート、三振。くそー、先行チーム2者連続三振に打ち取られました。8回の裏、2点を追いかけます。これは完封いけるんじゃないかな。バッターは蘇った男、エルドレッド。ストライク、見逃し三振。素晴らしい。バッターは8番松本、今日はショートへの併殺だと。やばいぞ。ファーストフライ、投げた、打ちました。1、2塁間のゴロ。黒沢ボールを掴んだ。ビーちゃんが頑張るな。1塁送球、これで2アウト。あんまりショートに伸びませんね。投げた、打ちました。これはショート正面、アウト。スリーアウトチェンジ。いいね。東堂、この回シャット3人で抑えています。守備のみんなの動きが素晴らしい。宮西降板、右の谷本、最終回2点差でマウンドに上がります。さあリコちゃんからですね。いよいよ最終回を迎えました。トップバッターはリコ、今日はここまで4打数ノーヒット、1三振、打った、セカンド右への打球。リコちゃんは今日は元気がなかった。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番松浦、これが5度目のバッターボックス。打ちました、内野ゴロ。ボールを取る、1塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。先ほどから内走で途中出場しています。バッター、打ちました。ボテルが当たりました。ショートゴロ。アウト、スリーアウトチェンジ。先行チーム、わずか3人で攻撃が終わりました。ファイターズ、この回は打順よく1番からの攻撃。さあ、守備を固めましょう。西川、先行チーム、このバッターだけは塁に出したくないところ。でも、リコちゃん足が速いからな。そうか、サードはあとようちゃんしかできないんですね。さあここは守備を変えてくるようです。第4球を投げた、打ちました。よし、上がった、セカンド落下点、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッター、ロマンあふれる長距離砲、横尾。第3球を投げた、打った、ショート正面、ショートから一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番岡、先行チーム。さあ試合の行方を左右する場面、ここで勝負に出ます。投げた、打った、ライト落下点、右中間へのフライ、掴みました。試合終了。先行チーム、クライマックスシリーズファイナルステージ、投げてくれました。第3戦を見事制しました。さて今日のヒーローは見事完封勝利を収めた東堂。本当に今日は大活躍でした。素晴らしいですね。お送りしてまいりました一戦は2対0、先行チーム2点。それでも惜しいか。で大手をかけました。あと1勝でクライマックスシリーズを制覇ですね。いやー調子が上がってきてますね。怪我人もいないのでこの勢いでいけるんじゃないかなと思います。それではまた次回クライマックスシリーズの第5戦でお会いしましょう。コンティニューでした。